から話があるんだとよ。クレイトス様、アトレウス様、ご無事で何よりです。この度はお悔やみを申し上げます。あのような事態が起きた後では気が引けますが、実は緊急のお願いがありまして。戻ったのね。決心はついた？そう、時が来たわ。というと何の時じゃ？区界が一つとなり、オーディンに立ち向かう決戦の時よ。本物のテュールだって区界を一つにして立ち向かおうとしたけど、うまくいかなかったでしょ。立ち向かわなければこの世が破滅を迎えるだけよ。ラグナロクと共にね。わしらの策は全てオーディンに筒抜けじゃぞ。確かに出し抜くことはできないわ。それに加え、アースガルズへ行こうとすればすぐに知れ渡る。ギャラルホルンか。道は一つ、このテュールの神殿から突入する。アースガルズの壁はここよ。ただしエインヘリアルがこの一帯を埋め尽くすはず。つまり僕らも軍勢が必要だってこと。オーディンの予想を覆すほどの軍勢を集めなければならないわ。仮にたどり着けたとして、スルトがおらねば壁は破れんじゃろう。ラタトスクがこれをくれたわ。スルトは任せろ。居場所ならわかるよ。結構、あとは仲間か。誰に協力を仰ぐ？私はヘルヘイムへ死の軍団を説得しよう。なら僕はアルフヘイムでエルフをまとめるよ。簡単に言うが、何世紀も争ってきたエルフをまとめられるかの。僕はあそこじゃ人気者だからさ。お前はバナヘイム。ええ、シグルーンを見つけてバルキュリアを集めるわ。ミズガルズに兵はいない。ニブロヘイムとヨトンヘイムにもな。残るはスバルタールフヘイム。私が行きましょう。シンドリ、本当にいいの？行くと言ったでしょ。頼むわね。健闘を祈るわ。炎の巨人を探しに、いざムスペルヘイムへ。どう見てもわしらが一番苦労しそうじゃな。若くてたくましい神様たちのご登場。ルンダ。なんだって用意してるわよ。帰り地で真っ赤に染めてきて。やってるじゃないの。いいな。スルトの居場所をどこで？ああ、
トールといた時祭壇で秘密を解いたんだ。帰るとこは見られてない。問題はそこではない。スルトを見つけたら奥さんのシンモラと合体するように説得するんだ。合体？そう、二人がその一つになるとアースガルズを破壊する巨大な怪物になるんだ。なんと、まあ、フレスベルグとの交渉に懸念を抱いていてな。おそらく彼女が受け入れるのは私のような聖者の言葉ではなく死者の言葉だ。ミーミル、来てくれるか。死ぬのも脳のうちとは。わしがいなくてもクヤツらは平気じゃろう。お前さん、行ってもいいか。行け。感謝する。また。ねえ、遠くにスルトの火事場が見えるよ。スルトの妻はどこにいる？ニブルヘイム。あご。塔に向かって進めば火事場が見えるかも。そうだ。ラグナロクの必要性を理解してくれるかな。ねえ、ムスペルヘイムの種のかけらだよ。狭間の門に持っていこう。スルトの試練に挑めるかも。見て、あそこ。
合うか。火事場は溶岩滝の奥だと思う。知ってるのか。勘だよ。でも前に来た時大体の場所は分かったから。はっ。拒まれる可能性も覚悟しておかないと。覚悟？予言だと二人は一つになる。でも二人がそれを嫌がるかも。もしそうなら無理にでも原始の存在を従わせるつもりか。うん、どうだろう。でも彼ら抜きじゃ勝てないしさ。近づいてた。火事場の音だ。
かなり弱ってるよ。
とあの人か。確かめる。ねえ、すると人違いか無視されてるかだね。行ってみよう。炎の巨人か。失せろ。なんだよ、ひどいじゃないか。まずはこいつらだ。当然だ。
そんなことする人が。それでも奴が必要なのだ。助ける気はない。お前は誰だ。尋ね人の慣れの果てだよ。なぜ助けてくれないの。助ければ避けられぬ。何をだ。死だ。へえ、そんなに自分の命が惜しいんだね。我のではなく妻のがな。でもここにいても意味ないよ。ここでただ座って死を待つためだけにシンモラと別れたの。奥さんと一つになればまた一緒にいられるのに。今も一緒だ。心臓を交換した。それだけで十分だろう。でもそれじゃ。誰かを愛したことはあるのか。いい気分だぞ。オーディンが望みを叶え、アスガルズ以外の世界が滅ぶことになる。あやつは死ぬべきだ。だがそのために妻を犠牲にする気はない。みじんもな。すまない。来い。待て。その刃は見てもいいか。刃から原始の炎を感じる。この土地のものではない。さまつなことだ。ああ、これならば。何なの。この刃をここに刺せ。されば我は怪物になる。妻を巻き込むつもりは微塵もない。でも予言では二人が一つにならなきゃダメって言われてる。失敗したら命など惜しくもない。まあ待て。
ついてこい。どこに行く？始まりの地っていうと、ニブルヘイムとムスペルヘイムの境、初めの世界が生まれた場所だ。お前たちでは通り抜けられない。すごい。スルト、心配いらん。この方が楽だ。始まりの地には一体何がある？魔法、原始の魔法だ。それとお前の刃と我の心臓、それがあれば我は破壊の巨人となる。気に入るはずだ。何が起きるの？さあな、我ではなくなるのだろう。じゃあ新しいあなたはどうやって奇襲すべき時を見極めるの？角笛がある。だろ？ある。なら心配ない。ねえ、あなたも初めはそこにいたの？ああ。どんなとこ？うるさい場所だった。さあ、着いたぞ。始まりの地だ。すごく綺麗。先に行く。うまくいきすぎだ。オーディンはギャラルホルンと仮面を持つ我らが、ウルクを殺された後スルトを探しに来ると見抜いている。でも他に道はないよ。そうだ、それも見抜いている。急いでいるのではなかったか。ここだ。ねえ、シンモラに知らせなくていいの？ああ、知れば傷つく。知らされないよりも。愛とは誰かを思うがゆえに、より小さな傷を選ぶことだ。よくわかんないな。妻には手を出さないでくれ。約束する。心臓に刃を刺すだけで生まれ変われるの？シンモラの心臓は見事なまでに冷たい。その刃に我の炎を込めておいた。我をたっぷりと彼女の中に流し込む。うまくいくはずだ。わかった。来い。我が炎とこの心臓を合わせればラグナロクとなる。時
どれくらいかかるのかな。殺してやる。
今の聞いた？準備ができたらギャラルホルンで呼び出そう。
スペルヘイムに戻って狭間の門から帰ろう。